川のランクシェードナチス最悪の女性監視いるぜ。コッホ、15歳から工場で働き、その後、監視兼秘書として仕事をし、ブーヘンバルト強制収容の所長と結婚、サディスティックな一面を持ち、囚人に鞭を振るったり、犬を助手にけしかけたりしていた。死んだ囚人の皮膚でランクシェードやブックカバーや手袋を作っており、入れ墨をしている囚人がいれば、注射で薬殺してから皮を剥いで収集した。イルゼの所業を知った囚人たちや働いていた親衛隊員たちから、ブーヘンバルトの魔女と呼ばれていた。一皮製の装丁本やランプのシェードなどの品物は見つかってはいないが、臓器標本や入れ墨入りの切り取られた皮膚は現存しており、ブーフェンバルトの記念館に収蔵されている。1943年悪事を告発され、横領着服容疑で裁判にかけられて投獄されたが、証拠不十分で無罪となった。1947年アメリカ占領軍によって逮捕、終身刑を言い渡されるも証拠不十分で懲役4年に減刑。1949年に恩赦で釈放される。ドイツ本国からは戦犯として扱われ、1951年に終身刑を言い渡された。無罪を主張し続けたが、1967年に死だけが救いの文章を残して自殺。